極楽寺は、愛媛県西条市大墓地にある、石槌山真言周奏本山の寺院。三号は、九本山。本尊は、阿弥陀三尊石座、石槌蔵王大権現。石槌山信仰の根本道場であり、約1300年前から、山岳宗教の一大修験道場でもある。本尊真言、恩阿墓木や馬柄屋蕎カ子栄華、石槌の峰に登れば、 極楽の祈りのランク本の浄土同時名、仏守護同時、神言、女アボギヤバ、ダラヤソアカ農教員、四国八十八箇所番外、四国三十六不動霊場、新四国万柄霊場、石月山法希望、四国七福人、福六十次伝によると、西暦六百八十年頃、縁の行者が石月山を仰ぎ見ることのできる、竜王山にこもり、 不動が滝に身を清め修行され、阿弥陀三尊と三体の石槌根源を本尊とする天賀寺を回帰し、平安時代から室町時代に至るまで流盛を極めた。ところが、室町時代末期になり、戦国の陛下で1350年天賀寺は炎上。その時の住職教前大徳は、その弟子、陸峰氏に天賀寺の宝刀を継続する地を探すよう、明治自らは宣言した。 そして、一九坊氏は、竜王山を仰ぎ見ることのできる、この地を探し出し道具を金流し極楽寺と名付け、宝刀を守った。その後、天賀寺焼け跡から本尊であった三体の石槌、蔵王権現の内中尊の今後蔵王権現が掘り出され、蔵王殿本尊として祀られた。極楽寺になって二度の火災により、寺宝も多く消失したが権現像は守られ、現在に至るまで、 石槌金剛座王権元の午前に手駒滝が朝夕、行われている。2014年失われていた、両脇御事である、竜王区座王権限、昔子宝区座王権元が新調され三体が揃った。明治時代神仏分離令により、石槌権元,元を包採する、石三座王権元別当、前上寺と石、座王権元社別当、横峰寺が廃寺となった時に、 当山は、廃寺とならず、石土信仰が続いてきた。現在、館長は、神の明、院内は、神の賢誠である。本堂前の斎藤後真日渡り当時水曜天賀寺があった頃は、麓の光、マサジから魚中寺を経て、天賀寺へ参詣していたと言われる。ありがとうございます。